エドワード・ムーニー・ハウスはニューヨーク市マンハッタンク・チャイナタウン地区にある歴史的な建造物である。住所はバワリー18号でペルストリートの角に立つ。この土地はもともとイギリス王統派のジェームズ・デランシーから没収されたものを裕福な肉屋のエドワード・ムーニーが購入したもので建物は1785年から1789年にかけて建設された。 レンガ作りの建物は、ジョージ王朝様式と連邦様式の混合となっている。これは、マンハッタンに現存する最古のタウンハウスかつ、初期の連邦様式建築である。屋根裏部屋付きの地上3階建て地下1階建てとなっている。この建物は、蓄殺場に近く、ムーニーが生形を立てていたペンや、ナメシ川工場が入っていた。この建物は、 ムーニーが1800年頃に亡くなるまで彼によって所有されていた。1807年、建物の背面に増築が行われ2倍の大きさとなった。1820年代までは個人邸宅として使用された後、ホテルや売春宿、サルーンなど様々な用途に用いられてきた。この建物は1966年にニューヨーク市歴史建造物に 1976年にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。ありがとうございます。